はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女、副章解説、水鉄砲遊び法制やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、7月24日ですね、法制が実装されましたので、法制アバーバですね、実装されましたので、その解説やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まずは人物紹介から。激しい水遊びが一段落を告げ、法政が木陰の下で海風と冷たい飲み物を楽しもうとしたとき、水鉄砲の流れ玉が突然空から降ってきた。この静かな片隅も戦火に巻き込まれたと、今はハーフタイムよ、奇襲は禁止なのということですね。で、法政は、食の陣営となっています。そして専属武器ですね、混沌セットからいきましょう。法政専属ステータス、防御貫通プラス550、攻撃力 14%、砲術会心ダメージが 30% ということで、まあやっぱり SSR からの、アバアバということで、やっぱりこの SSR が元だと、まあ専属武器も弱いですよね。で、ここから深淵になるとどうパワーアップしたのか。防御貫通がプラス800、攻撃力が 17%、砲術会心ダメージがプラス 35% ということで、まあここまで来てやっと、UR 戦かと同じぐらいの強さになったかなというところですね。やっぱり初期がレアリティ低いと、まあ深淵までやってあげて、やっと UR 戦に追いつくかなっていうところですね。まあただ、まあ貫通と、砲術会心ダメージ。まあこれはいいと思いますね。そしてパッシブスキル見ていきましょう。攻撃力が 44%、会心値がレベル ×280、最大 HP が 44%、砲術防御貫通が900、砲術会心ダメージが50%、体力値がレベル ×200 ということで、まあ、砲術会心ダメージが武器と被ってて、深淵だと85% ということで、クリティカルが出ればかなりのダメージ持っていけますね。で、体力値がもらったので、まあ、これは HP かなりいいでしょう。そして貫通が2個ついているので、専属武器と合わせて。まあ、これも大きいかなというところですね。まあ、あとは会心値か。まあ、アクティブスキルを見ると、まあ、この会心値、まあ、結構大事なので、まあ、今回に関しては会心値いいでしょう。はい、ということで、アクティブスキル見ていきましょう。UR アバンとね、比較しながら見ていきます。まずは、敵6名に 640% の砲術ダメージを与えると同時に、クリティカル発生確率が 20% 増加する。毎度攻撃する前、敵が有益状態だった場合、ダメージが倍になる。敵の有益状態が1つ多いたび、このスキルのクリティカル発生確率が 5% 増加すると。クリティカルが発生した場合、攻撃した後 100% の確率で2ターンの間敵を凍結状態にさせる。ということで、この凍結上がりましたね。2ターンの間ということで。この2ターン、まあめまいと凍結ってまあほぼイコールなんですけど、2ターンめまいって、僕がパッと思いつく中では紹介しかいない気がするんですね。で、紹介は単発、まあ敵一体に攻撃当てたら、2ターン凍結なんですけども、まあ法政の場合は敵6名に、クリティカルが出た相手に対して、凍結2ターンということで、まあ条件付きではありますけど、この凍結かなり痛いものとなっていると思います。で、まあ UR アバの方が敵4名に 560% なので、攻撃できる敵の数も増えましたし、倍率も 80% アップかな？そうだね。ということで、まあ、敵6名に 640% の砲術ダメージ。なので、かなり大きいかなと思います。まあ、それでも他の UR 戦と比べると倍率はまあ波ぐらいにはなっちゃうんですけど、まあ、UR アバーのことを考えると、まあ、かなりレベルアップもらったんじゃないかなと思います。そして、640% の砲術ダメージを与えると同時にクリティカル発生確率が 20% 増加する。ここなかったですね、UR アバには。なので、まあ、やっぱりクリティカルが出やすい工夫を、この UR 戦アバかなになった時に、増えましたね。そういう工夫が見られます。で、毎度攻撃する前、敵が有益状態だった場合、ダメージが倍になる。これはありましたね。UR アバの時からこれはありました。ですけど、この後ですね、敵の有益状態が一つ多いたびに、このスキルのクリティカル発生確率が 5% 増加する。これはなかったですね。ここでも、まあ、相手の、ついてるバフ一つにつき、こちらのクリティカル発生確率が 5% 増加すると。これも大きいですね。まあ、2個ついてれば、クリティカル発生確率最初の 20% 増加と合わせて 30% 増加するということで、まあ、3割増しなので、まあ、かなり大きいでしょう。
で、クリティカルが発生した場合、先ほども言いましたが、100% の確率で2ターンの間敵を凍結。ということで、まあ、ここもあったんですけど、1ターンから2ターンに情報修正されましたということですね。うん、このスキル1、かなり面白い感じになったと思います。最近の流行りですよね、クリティカルっていうのが。まあ、ただ、まあ、20% と相手のバフかける 5% の増加なので、うん、そこまでクリティカル見込めないかもしれないですね。うん。まあ、会心値パッシブがついてるので、まあ、それプラス、他でも宝石やらで補ってあげて、まあ、それでも出やすいぐらいなのかな。うん。まあ、あとレベル補正とかもあるので、まあ、ちょっと気をつけていきたいところではあります。そしてスキル2ですね。敵6名に 640% の砲術ダメージを与える。敵がデバフ状態だった場合、ダメージが倍になる。クリティカルが発生した場合、攻撃した後 100% の確率で3ターンの間、敵を虚弱状態にさせ、攻撃力を 50% 低下させる。自分の残り HP が 50% より低かった場合、このスキルが必ずクリティカルになる。攻撃した後、総ダメージ 35% 分の HP を、自身に回復すると。いうことで、まあ、UR アバの方がまた敵4名に 560% のを考えると、まあ、スキル1同様に、敵6名に 640% の砲術ダメージ。まあ、ここはかなり大きいレベルアップじゃないかな。意外とね。で、敵がデバフ状態だった場合、ダメージが倍になる。これはありましたね。うん、これは UR アバの時からありました。そして、クリティカルが発生した場合、攻撃した後 100% の確率で3ターンの間敵を虚弱状態にさせ、攻撃力を 50% 低下させる。まあ、ここまではありますね。で、こっから先が新しいスキルとなっています。自分の残り HP が 50% より低かった場合、このスキルが必ずクリティカルになると。いうことで、条件はちょっと厳しめですけど、確定クリティカル、条件付き確定クリティカルですね。うん。昨日かな、アップデート放送の時に、まあ、そう、確定クリティカル欲しいねって話をしたと思うんですけど、まあ、条件はやや厳しいものの、うん、確定クリティカル入ってますね。うん、これはありがたい。そして攻撃した後、総ダメージ 35% 分の HP を自身に回復すると。回復スキルまでつけてもらいました。ということで、まあ、防御とかをうまいこと上げてあげて、スキル2を HP50% 以下で打ちたいですよね。こうなってくると。そうすれば、回復もできますし、うん、クリティカルが入って大幅な回復が見込めると。うん、回復自体は、まあ、HP が 50% 以上でもできるんですけど、やっぱクリティカルが出た方が大きな回復量を望めるので、まあ、やっぱり 50% 以下でこのスキル2を打ちたい。というところですね。なかなか難しい条件ではありますが、それがハマった時にはかなり強い。うん、だって、パッシブスキルで、砲術ダメージが 50% プラス、専属武器で 35% か、深淵ですけど。で、85% なので、だいたい 300% 増しなんですよね。うん、ってなると、ダメージが 300% 増し、3倍ってなると、相当ダメージ量出ると思うんですよね、これね。連撃じゃないんですけど、範囲のスキル構成なんですけど、まあ、それでも、クリティカルが発生した時の火力っていうのはかなり面白い、うん、状況になっていると思います。はい、ということで、いつもの評価やっていきましょう。と思ったらタイプが出てなかった。はい、ということで、まずはタイプからですね。これね、凍結が2ターンついてて、サポートアタッカーっぽいんですけど、でも条件がクリティカルなので、まあ、やや不安定。というところで、まあ、どっちかっていうとクリティカルを利用したアタッカーに近いんじゃないかなと僕は思います。うん。この凍結2ターンっていうのは狙うんじゃなくて偶然発生したらラッキーって感じの方がいいかな、心持ち的には。うん、と思いますので、まあ、今回はアタッカーとしておきましょう。はい、ということで次ですね、戦場戦役見ていきましょう。戦場戦役ですとやっぱりクリティカルが出やすい、うん、っていうのがあって、砲術会心ダメージも上がっているのがあるので、まあ、かなり大きなダメージを見込めると思います。まあ、凍結は別にどっちでもいいんですけど、NPC 戦なので。で、敵が有益状態だった場合、ダメージが倍が取れないのがちょっと痛い。ですね。相手にバフをくっつけられるっていう副将が出てきたら、ここ役に立ちそうですけど、今のところいないと思うので、ってなるとこのダメージ倍は取れないですね。で、クリティカル発生確率の追加のアップも、ちょっと見込めないので、まあ、2割増しの、クリティカルが発生したら大ダメージっていうところですね。で、
スキルにも 640% のデバフだった場合ダメージ倍。これは取れますね。まあ、こちらでデバフ入れとけばいいだけなので、まあ、これは取れるとして、で、クリティカルが発生したら、まあ、虚弱。まあ、これはどっちでもいいでしょう。で、HP が 50% より低かった場合、必ず、あ、ちょっとこれが取れないかな。うん、NPC 戦ではそんな HP が減ることがないと思うんですよね。しっかり育てた副将ですと。なので、これは取りにくいかな。なので、まあ、640% のダメージ倍かな。うん、1280% っていうところになるのかな。まあ、万が一これ、クリティカル取れれば、相当なダメージ量になるので、多分、上杉謙信と同じぐらいの倍率になるのかな。ハマれば。まあ、ただ、謙信は、やっぱり、必中っていうところが最大の武器になるので、まあ、ここが必中がきついですよね。命中値に関しては、パッシブもらってないので、まあ、ちょっと戦場戦役不向きになるかもしれないですね。うん。そうだな。やっぱちょっと厳しいところがあるかな。ということで B となります。やっぱりクリティカル狙いっていうところがしんどいですよね。うん。そのクリティカルも絶対出せる状況を作れない。うん。作りにくいというところですね。うん。スキル1に関してはもう本当に自然発生のクリティカル。うん。クリティカル発生確率を上げてるとしても、やっぱり確率としては、7割は超えてこないかな、この感じだとね。うん、なので、ちょっと、不安定さはちょっとありますよね。で、スキル2に関しても、ダメージ倍は取れるんですけど、クリティカルが取れなくて、うん、なので、ちょっと、ま、1280% だと、今の戦場戦役の環境だと、ちょっと少ないかな、というところですね。で、次行きましょう。で、お城の攻めですね。まあ、やっぱり範囲と言えば、お城の攻めと、まあ、闘技場がメインになってくると思うんですよ。うん。で、有益状態だった場合ダメージが倍。これは取れやすいですよね。今バフをかける環境にあるので。そして敵の有益状態が一つ多いたびにクリティカル発生確率も上がっていくっていうのも、まあ 5% か 10% 取れますよね。まあ3割増しだったらまだ可能性あります。で、クリティカルが発生したらこの凍結 2% ね。これ、対人ではかなり大きいと思います。うん、絶対っては言えないですけど、これが高確率で入るものなら、お城とか相当いやらしい戦術が取れるんじゃないかな。なので、宝星を、まあ、エースで使うよって人は、もうしっかりクリティカル、会心値か。会心値を上げてあげてください。うん、ここが勝負の分かれ目になりかねないレベルですね、対人だと。うん。で、スキルにも、デバフ状態だった場合ダメージ倍も取れやすいですし、HP50%、まあ、これも、可能性としてはあります。うん。で、クリティカルにもなるので、ダメージ倍クリティカル両方取れれば相当なダメージ出るので、うん、お城の攻めでスキル2まで行くことってそんなないんですけど、うん、長期戦にならないと、うん、スキル2まで行かないんですけど、って考えても、まあ、スキル1が凍結入っているので、まあ、スキルに持っていきやすいんじゃないかなっていうところで、まあ、凍結頼りになっちゃいますけど、まあ、ここは B プラスでいいかな。やっぱり凍結が2ターンっていうのはちょっとえげつないですね。しかも範囲で。うん。まあ、クリティカル前提になりますけど、もう決まればかなり優勢に物事を運ぶことができる副将ですね。で、次、お城の防衛です。お城の防衛に関しては、防御力パッシブがないことと、防止であること。うん、武将ではないっていうことで、まあ、ちょっと評価低いですね。うん、C としておきましょう。まあ、復活があればもうちょい上げてもいいんですけど、復活もないですし、体力値しか上がってない、うん、帽子だと防御力がちょっとかなり心配になってきますので、まあ、そこがちょっときついかなというところですね。そして闘技場です。まあ、闘技場もやっぱり、凍結っていうのが最大の武器になってくるでしょう。この2ターンを決めるか決めないか。で、戦場っていうのがだいぶ変わってくるですね。凍結が決まらなかったら、まあ、ちょっと厳しい状況にはなるでしょうし、凍結が決まればかなり有利な状況で戦える状態にはなると思います。まあ、デバフ解除も相手は入れていると思いますけどね。うん、その6名のうち4名とかが凍結になったら、さすがに解除しきれないと思うので、うん。まあ、これは、凍結次第と言ってもいいかな。うん。まあ、火力としても 640% のクリティカルが出れば面白いですし、で、有益状態だった場合、ダメージが倍も取りやすいと思うので、闘技場だと。ってなると、1280% の3倍。で、スキルにも 1280% のダメージ倍が取れやすいので、万が一、HP50% でスキルが打てれば 1250% の3倍。なので、どっちも高倍率で攻撃するチャンスがあると。まあ、これも全部運になってきちゃうので、同じ人と10回戦ったら、まあ、10回同じ結果になるとはちょっと限りませんね。
うん、この凍結の出来次第っていうのもあるし、クリティカルの出次第、スキル1スキル2ともで、まあ、ダメージ倍が取れるかどうかっていうところで、かなり条件が、うん、揃った時に圧勝ですね。条件が揃わなくても勝てるぐらい育ってればいいんですけど、条件が取れない時に負けるってなると、うん、同じ相手と戦ってもちょっと運次第となっちゃうのが、まあちょっとしんどいかなというところですね。って考えると、まあ僕は安定性書くのが、まああんまり好きではないので、おや？この子は、この子どこにいるんだ？ということで、これ、あ、うん。じゃあこれ B プラスとさせていただきましょう。はい、ということで、闘技場 B プラスですね。で、ボスの方なんですけど、まあボス、この凍結の2ターンですね、決まればかなり大きいです。うん。生涯でめまいはめがあるぐらい、めまいっていう、めまいの戦法はボスでも使われるので、うん。なので、まあ、凍結2ターンっていうのはかなり大きい。で、クリティカルが発生して、有益状態は入らないので使えないですけど、まあ、クリティカルが取れれば相当な火力出ますし、スキルにも、デバフだったらダメージ倍。で、クリティカルが発生すれば、3倍か。なので、まあ、相当なダメージ見込めるんですけど、やっぱり命中ないのがちょい痛いかなっていうところですね。まあ、いかにやっぱクリティカル、あ、じゃない、凍結が出るか出ないか。うん、まあ、そこもクリティカルに関わってくるんですけど、だと思います。ということで、まあ、ボスも、まあ、火力は出るんですけど、命中がないことを差し引いてプラマイゼロ。で、凍結が出るか出ないか不安なところで、まあ、ちょっと不安さを露呈してしまうので、まあ、ボスも B で大丈夫かなと思います。そして短期特化度ですね。短期特化に関しては、まあ、個人的には、やっぱこの、クリティカルをどうしても出さなきゃいけないというところで、やっぱ短期特化はしてほしいんですよね。してほしいんですけど、やっぱり、武将でないというところがマイナス点。で、あとは戦場とボスに関して、ちょっと評価としては B は低いので、うん、僕としてはおすすめ度としては B ですね。はい、ということで短期特化度は B とさせていただきます。んでも、法政が可愛くて、取りましたという人にはもうしっかり、会心値、クリティカルが出やすいように上げてほしいなと僕は思います。はい、ということで、今回の、水鉄砲砲声ですね、こんな感じになりました。まあ、戦場戦役、まあ、ボス対 NPC コンテンツに関しては B 評価、やっぱ不安さがありますよね。クリティカルを出さなきゃいけないと、うん、いうところで、あと命中というところでかなり不安定が、うん、露呈してしまうというところですね。で、お城の攻め、闘技場に関しては、凍結2ターンがかなり効くでしょう。うん、まあ、あとは、レベル差もあって、クリティカルが出るか出ないか、というところで、同じ人と10回やって、うん、1回勝ったからといって、10回勝てるとは限らないと。いうところが、まあ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 、それは他でも言えるんですけど、まあ、法政に関しては余計、その、バランスというか、10回やって、10回勝てるっていう割合がなかなか取れないんじゃないかなと思います。うん、凍結出ない時っていうのと、クリティカル出ない時っていうところが、うん、あるので、どっちも出れば勝てるけど、どっちも出なかったら勝てないようじゃちょっと厳しいので、うん、その分だけマイナスしてますね。うん、で、お城の攻めもそうですし、凍結が出るか出ないかで、まあ変わってきたり しちゃうだろうし、というところで、ちょっとマイナスかな。A ではなく B プラスとさせていただいてます。やっぱでも、それでも火力、うん、十分出ますので、まあ、そこは信頼してもいいんじゃないかなと思いますね。で、お城の防衛に関しては、まあ、これは防止であることと、で、復活とか特殊な、パッシブ持ってないということで、C 評価とさせていただいてます。で、総合して、この子を短期特化で取りたいよというおすすめ度合いは、まあ、B とさせていただいております。はい、ということで、今回はこんな感じになりました。チャンネルの登録、Twitter のフォローなど、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、ここまでお送りしたのはデフでした。オツデフ！